どうも。サム、よ、見かけねえ顔だが、その村から遊びに来たのかい？いや、ちょっと様子が違うな。はは、ひょっとすると、これ夢の中だな。ま、どっちにしても、琥珀村よく来たな。おら。それは何？もともと？もともとの口癖なんですか？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はね、琥珀村っていうところに行ってみたいと思います。琥珀村はね、なんかすごい綺麗な写真館があるとのことなので、めっちゃ楽しみにしていきたいと思います。はい、いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。それじゃあ、琥珀村に出発。はい、琥珀村に到着。夢の世界へようこそ。あなたは今琥珀という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の琥珀の世界をご堪能遊ばせ。はい、琥珀村はねあんまりこう何外とかにマイデザインを貼ってるタイプの村ではなく、獣道をねすごく頑張って整備しているらしいのです。めっちゃいいなぁ。こういうなんかね、自然な感じで綺麗にできてる村もすごいよね。うわぁ、いいなぁ。いいなぁ。あ、そっか、マンホールとかもね、私はリセットさんとしか考えてなかったけん、村の外れの方にひっそり作ったけど、普通にマンホールとして考えたらこういう真ん中に置いておくっていうのも全然ありよね。はい、そしてピクニック。こっちから座れんかった。座れんかった。じゃあさっきからね、野草がすごい気になるんやけど。野草ー。野草やー。こっちか。野草。なんとも言えないこのムード。そして見たことない君。一体どうしちゃったんだ？夢でも見てるのかな、僕。夢を見てるのは私なんだよ。私なのだよ。びっくりした。一体何があるんかと思った。タイヤね。なるほど、なるほど。こういう風に綺麗に住人さんの家が並んどるのもいいな。あ、でも私メイン村の方結構なんかね、4軒ぐらいポン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 って並んどんやけど。自然に並んだんやけど。お、君はアクリルちゃんじゃないの？あら、もしかしてお客様ですか？そうそう。ちょっと寝ぼけ気味なので何も持ってらっしゃいませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。まさかの夢の中で寝ぼけてるっていう、かわいいかよ。アクリルちゃんはなんか、やたら見かけるなとは思ったけど、あれよね。多分、ポケモリで見かけようよね、私。私の村には、メインもサブも住んだことないはずやけん。あ、そしてこれが、この村のマップ。琥珀村案内図。こういうのも前手で書きよんか、すごいな。すごいな。あ、そして、村のどこかに美味しいオレンジが1個だけなってるオレンジの木があります。ぜひ探してみてください。え、美味しいオレンジが1個だけなってるってことはあれよね。多分懐かしい木かなんかのやつよね。あ、そっか。1個だけか。3つとも美味しいオレンジではないのか。なるほど。じゃあ懐かしい木がどこかにあるから、それを探してみてくださいということなんだけど、なかなか、なかなか、何？美味しい、果物がなる場所ってさ、あ、その懐かしい木で。なんか、場所決まっとんかな。なんか私必ず右下だけなるような気がするんやけど、気のせいかな。え、気のせいかもしれない。とりあえず、じゃあはい、一軒目。こっちの家に入ります。なんかあれはね、周りも、この家自体も、お、オレンジを基調とした。みつさん、村長さんやね。琥珀村へようこそ。どうもどうも。よし、お邪魔します。村長さん宅だ、いきなりの。お、かわいい。シンプルにかわいい感じ。これはあれかな？ミカッチって子かな？あ、ちょっと待って。
どういうタイプの人だよ。みかっちの写真。ん？写真の裏に小さな字で何か書いてある。好きな言葉は恋に上下の隔てなし。なるほど。恋大きって感じか？あ、いいね、いいね。私この辺の雰囲気めっちゃ好きかもしれん。あ、めっちゃいい。あー、なるほどね。あー、いいな、いいな。いや、なんか私自身が、こう、なんていうん。リアルに生活しうるような空間を飛び盛りで再現してるのすごい好きなんやけど。いやー、いいな。いいよ、いいよ。てか、こういうキャットタワー私リアルに欲しいんよね。よくさ、アマゾンとかで見ようんやけど、キャットタワー。え、よくない？あれにね、猫がよじ登りおると考えたらもうめっちゃ可愛いし。はい、じゃあ左の部屋へ。お、左はキッチン。いいね。なんかすごいね、料理好きな村長さんらしいので。この飛び盛りの中でね。飛び盛りの中で。いや、リアルでも好きなんかな、もしかして。でもなんか自分と正反対の性格の子が出来上がったって言ったけん。ま、あれだ。ゲームの中でぐらい理想の自分になりたいっていう、あるあるのやつだ。私この飛び盛りの中のさ、このミニトマト、プチトマト、これめっちゃ好きなんやけど、わかる誰か。え、超可愛くない？めっちゃ可愛いよね。まだちょっと半分しかできてないけど。いいね、いいね。ちょ、目玉焼き焼きよる途中やけど大丈夫？どこ行ったの？これ火止めとかんとさ、パチパチなりよりよ。半熟ぐらいがちょうどいいんじゃない？はい、そして奥の部屋へ。お、ここは、いろいろと丸見えなバスルームらしいです。まあね、それでも一人暮らしとかやったら全然問題ないと思うんやけど。まあ、ここにお風呂。まあお風呂はね、洗いやるところとかすべて丸見えです。そしてトイレに限ってはこっちからはもう壁ないからね。そして入り口からもまあ丸見えだから、ほら。丸見えだから、一人暮らしなのかな、きっと。でも一人暮らしにしてはめっちゃ広々とした家に住んでるな、村長。村長だからいいのか？そういう問題か？ミカッチは今でも住んどんかな、村に。はい、じゃあ右側の部屋へ。お、ここは、ベランダかな？いいね、いいね。あ、ちょっと待って。ちょ、待って。こうやってね、自宅でハンモックが楽しめるとかめっちゃいいやん。めっちゃ優雅な生活やんね。いいわー。これ電気ついてる？ついてなかったよね。今私がつけた。まあ、一応なんか地面からの明かりはあるけれど。いいなー。こういう雰囲気の場所が作りたいのだけれど、置いてるものは一緒なのにな。置いてるものは一緒なのになかなか。え、なにこれ？見たことないんだけど、私これ。これなに？鳥？鳥小屋？なんかよくわからんけど。何なんだろうか、これは。え、初だ。あんなアイテムあるのね。はい、そして、2階へ向かいます。お、2階は村長の自室かな。あ、なるほど。これ若干、タンスが壁っぽい感じになって、まあ、ここで、いそいそと着替えて、デートとか行ったりするわけね。女子力高そう。だって家の周りもね、庭があんだけ整備されとるって、庭師を雇っているんだろうか。いや、自分一人、個人的に楽しみよるだけやとしたらめっちゃレベル高いよね。あんな庭に住んでいる。庭に住んでる。あんな庭のある家に住んでいる村長。素晴らしすぎる。しかも若いのにまだ。誰目線って感じやけど。あ、なんか面白い。あれ何？普通に絵として飾っとんかな？なんかこの辺の、ね、このスカンジナビア系家具と同じ模様やもんね。あれ。へえ。いいね、いいね。おしゃれだね。はい、それじゃあ。はい、それじゃあ別の家に行ってみようか。
あ、どうも、お邪魔しました。お邪魔し、お、しかも見てこれ。庭に、ハート型の切り株があるよ。ハート模様の切り株、そして、蝶々模様の切り株。待って、こう、ちょっとね、探しながら行こうと思ってるんだけど、懐かしい木を。端っこの方とかかな？クイズにしてたから。じゃ、とりあえず、あっち2軒目に向かってみよう。行きます。お、どうも。スーさん、いらっしゃいませ。どうも。パン屋蜂の巣。うん、いいね、いいね。パン屋さん。村のパン屋さん。向かいます。これかな？村のパン屋さん。いいね。お邪魔します。お、パン屋さんだ、パン屋さんだ。じゃ、ここでね、トングとお盆を持って、さあ、どれにしようかしら。私結構さ、あれなんよね。何、クロワッサン系か、あと、フレーキ系？ミルクフレーキめっちゃ好きなんやけど、美味しくない？いいよね。超美味しいよね。今、ファミマでね、ミルクフレーキが安いけんね。まあ、今という、この現在、この動画がいつ上がるのかは知らないけれど。はい、左の部屋へ。お、事務所？ここでタイムカード。パン屋さんもこんな感じなんかな？私パン屋さんで働いたことないけん、あれなんやけど。え、でもなんか昔ね、働きたいと思ったことあるんよね。なんか、光りすぎてまるで透けているような。透けているような感じに。そう、あの、パン屋さんのね、あの、いい匂いの中、働きたいなという願望がめちゃくちゃあったんやけど。え、よくない？ただ大変そうやなと思って。ね。販売だけならあれなんかな。ほい、そして、奥の部屋へ。お、こっちは、パンの仕込みをしているわけですね。なるほど。美味しいオレンジが使われる。なんなんやろ。みかんパン？私はさ、あの、愛媛やけんさ、何かとこう、いろいろね、みかんを使いたがるわけよね。こう、商品を開発している方たちが。だから、みかんパンだとか、みかんご飯だとか、なんかいろいろあるけれども、一般的にもあるんかな。まさかのお寿司屋さんとかでもみかんぶりとかあるけんね。はい、それじゃあ、行き止まりだったわ。はい、それじゃあ、2階へ。あ、2階はイートインスペースまであるじゃないか。なるほど。私今までイートインスペースのあるパン屋さんって1回しか行ったことないんやけどさ。最近はこういうとこ結構増えとったりとかするんかな。いや、いいよね。その場でこう、パン買って、牛乳一緒に買って、みたいな。で、そこで食べて帰る。いや、おしゃれ。イートインスペースのあるパン屋さんはおしゃれだと思うの、私。そう、大学の近くに一軒あってね。そこに行っていたのよ。いいね、いいね。ほい、それじゃあ。お、ということは最後の一件が、写真館ということか。お、レモンが鳴ってる。く、美味しいオレンジは見つからないか。お、桃と梨とさくらんぼ。なんかいろんな果物になってきた。リンゴもあったし。琥珀村果物園。あ、なるほどね。果物園なのか。だから急激にいろんなものが。じゃ、この中に紛れとったりとか。いや、まずオレンジがない。まずオレンジがないぞ。くー。あ、この写真館の方ですか。どうも。ハチさん。こちらは写真スタジオです。ちょっと。後で伺わせてもらいますね。どうも。サム。よ、見かけねえ顔だが、よその村から遊びに来たのかい？いや、ちょっと様子が違うな。なはーん、ひょっとすると、これは夢の中だな。ま、どっちにしても、琥珀村よく来たな。おら。え、どう、え、それは、なに、え、もともと？もともとの口癖なんですか？ちょっと私、サムくん、ご存じないから、存じ上げないから、よくわからないんだけど。
結構家の中にいる子多いね、住民さんたち。ないんだけど。ないんだけど。あ、でもこっちの方来てないから。あったー、これや。この村で一箇所だけある美味しいオレンジが一個だけなってる懐かしい木。なるほどね、ここにあるんだ。カフェの裏側にひっそりと。みんなも見に来てくださいまし。あれ、なんか結構さ、最近あのポケモリでこう何回も揺らしたりとかしよったら美味しいオレンジが一個だけなったりとか、懐かしい木にできるっていうのをただなんかやりよる人が多いことない？いいね、なんかちょっとレトロな感じ、こういう感じめっちゃ好き。お邪魔します。ほい、写真館。あ、なるほど、写真飾られてる。これさっきのサムくんじゃない？ほらほら、サムの写真。さあ、好きな言葉は？カエルのいるところ水あり。まあね、水がないとね、干からびちゃうからね。いくら両生類とはいえ。はい、そしてアネッサ。アネッサはポケモリにいる子だよね。好きな言葉は親孝行。めっちゃいい子やん。ちょっとね、パンクな感じの見た目しとるけどさ。赤いアイシャドウとか塗っちゃって。アプリ機の写真。カンガルーだ。ほい、好きな言葉は親バカ子バカ。かわいい。子供めっちゃ好きなんやろうな。子供も懐いてそう、めっちゃ。これはどういうところなんやろ。写真スタジオって言ったけん、まあ、ここで現像されるのを待つとかそういう。何、師匠。師匠、なぜ飾られてあるんだ。好きな言葉は芸はミノア、ミノアだ。あだじゃないやろ、大丈夫。お、マイコちゃんもあるよ。師匠とかの、とかああいうさ、施設におる動物たちの写真ってどうやってもらうの？好きな言葉は、旅は道連れ、世は情け。あ、なるほど。まあね、旅してるもんね。いろんな人の温かみとか知ってそう、舞子ちゃん。はい、奥の部屋へ。おー、いいね、いいね、いいね。こういうところで写真撮るの。何これ、ひっそり置かれた段ボール。ちょっと気になった。で、ここで、何かしらね、ポーズを。はーい。撮ったりだとか。うわははは。笑ってみたり、キラーン。いや、いいっすね。照れるわー。なんかこういうところって何なんやろ、昔懐かしい。ほんと昔の写真館みたいな感じをね、思い起こすよね。昔は、なんかこう、写真を撮るまでにすごく時間がかかるから、動かないようにめっちゃ必死に、みたいな。なんかそういうエピソードよく聞くやん。偉人の人の話とかでさ。大変よね。もう今なんかね、パシャって一瞬で終わるけんさ、もう映したみたいな感じになることもあるし。はい、2階は、あ、ここはあれかな、衣装貸し出ししてくれるところってことかな。いいね、いいね。やっぱこう、普段自分ができん格好とかで映すのっていいよね。やっぱこう、気軽に着れん着物やとか、あとはドレスとか、なんかコスプレと言われてもいいけん、なんか普段着んようなものを着て映したい。楽しくない？しかもそれを思い出として写真に残せるって言うんやけん、めっちゃいいよね。素晴らしき。じゃあ、お顔のチェックも。写真館ってさ、私、あの何？成人式でしか行ったことないんかな。うん。成人式でしか行ったことないんやけど、写真館っていうのは、あれなの？メイクとかもしてくれるの？普段から。普段は無理なんかな？そういうイベントの時期だけみたいな。ほっ。あ、ここ地下はね、写真の現像をするところ。こういうところってさ、あの若い子たちってわかるんかな？もう今はね、あのスマホで気軽に写真を撮って、まあ、コンビニとかでもプリントアウトできる時代やもんね。いやー、ほんと、なんていうん？写真屋さん？カメラ屋さん？とかって、今大変なんじゃないかなと思いつつ、まあ、写真屋さんでも、
ね、スマホのやつ自分でやったりとかできるんやろうけど。こういうなんか、何？光が当たったらちゃんと現像されないから、暗い場所でこう、じわーっと写真が浮かび上がってくる。画像が浮かび上がってくる。みたいな。そういう作業をしなければいけないっていうね。一枚一枚丁寧に。いいね。細かいね。でも今って自分で気軽に現像できるけんあれやけどさ、プリントアウト。なんか昔って必ずさ、ああいう風にカメラを写真屋さんに持って行って現像してもらわんといかんかったけど、あれよね、変な写真とか撮っとったらさ、もう確実に見られとったわけやん。超恥ずくない？ね。恥ずすぎるよね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、美味しいオレンジが一個だけなるき、難しい木もちゃんと見つけれてよかった。私のことやけんね、また見つけれずに終わるんじゃないかと。思ったけれど。